フェイト、ステイナイトフェイト、グランドオーダーフェイト、グランドオーダーアーケード、フェイト、グランドオーダーアーケードは、2018年7月26日より、稼働している、アーケードゲームであり、スマートフォン向け RPG、フェイト、グランドオーダーを原作としている。略称は、F5 アック開発、発売元は2020年3月まで、セガインタラクティブ、4月よりセガ、 トレーディングカードアーケードゲームである本作はカードプリントによるクラスカードの印刷が可能である。システム基盤はオールズ UX を採用している。この世界においてカルデアと人類最後のマスターは一人ではなく正義も主張も一つではない。本作は二人のプレイヤーとチームを組んで3体1組のサーバントークシシで相手チームと戦うグレールウォーを主体としている一方、 一人用のモードであるグランドオーダーも収録されている。また、本作はマスターになりきるというコンセプトが立てられており、サーバントの動きを強化するために 3DCG が導入されている。一方で、アクションが不慣れなユーザーでも楽しめるよう、操作体系はシンプルなものが取り入れられた。また、血しぶきなどの残虐表現はカットされている。 本作における基本的な操作体系は、敵をロックオンしてアタックボタンを連打するというものであり、攻撃と防御もアタックボタン一つで行われる。また、これとは別にコマンドも存在する。アーケード版の独自システムとして魔力ゲージがあり、ダッシュや回避で消費されるが、時間経過によって回復する。これとは別に、スキルや礼装などで付与される回避もあり、 その場合は、魔力ゲージが消費されないものの、強化解除スキルで無効化される。冷凍やスキルによる無敵も、同様に強化解除スキルで無効化される。第5特異点からは、アプリ版との際が明確になりタイトルは、北米神話新色に変更されたほか、アプリ版では、NPC として登場したシータが、ラーマの代わりに実装されるなどの独自の展開が、行われている。また、 第6得意点は、当初、新生円卓領域キャメロットだったが、2021年2月24日に、タイトルが塗りつぶされ、同28日に配信された、フェイト・グランドオーダーウィンターキャラバンオンライン2021、ボリューム3の中で、キクン活合遠征ロストエルサレムに改名した。この他にも、以下のようなサインがある。電子マネー類に対応し、キャッシュレスでもプレイ可能。 本作に登場するサーバントは、基本的にアプリ版に準拠している。サーバントの召喚は、コフによる一回召喚、聖書粒もしくはマナプリズムによる10連召喚、フレンドポイント召喚の4種類である。マナプリズム10連召喚は、回数制限はないが、マナプリズム入手から5ヶ月後に消滅する。召喚されるサーバントは、スマートフォン版とは異なり IC カードに記録された。 サイリン段階に応じてカードイラストが変化された状態で排出されることがある。本作独自の仕様としてホログラム加工が施されたフェータルカードが低確率でレアカードとして排出される。サーバントのフェータルカードをカードリーダーで読み込むことで HP および ATK が各400加算され最大2000まで上昇する。排出されるサーバントカードは 三国志大戦の使用に準じており、サーバントの所持、育成及び宝具レベルは全て IC カードで管理、及び紐付けされる。アプリ版に実装されていないサーバント。アプリ版のサーバントの別バージョンが中心だが、アーケード完全新規のサーバントも実装されている。レオナルド・ダ・ヴィンチ、ライダーは、後に、アプリ版に追加実装されたが、その時には、レアリティが変更されている。 アプリ版の配信から間もない2016年1月、ディライトワークスの塩川洋介は、サービスが終了すれば何も残らない、ソーシャルゲームの性質について考え、アプリ版、FGO が終了してもユーザーに残せる方法は、ないかと模索していた。塩川は、FGO の要であるサーバントに着目し、アーケードゲームであれば、ゲーム内の立ち絵イラストを物理カードすることで、 サービス終了後もユーザーの手元に残るという考えに至る。また、塩川はサーバントの魅力が端末の性能という制約によって十分に描ききれていない点向きにしていた。そこへアーケードゲームの開発で知られるセガインタラクティブからセイントグラフをそのまま 3D 化できるという打診が寄せられる。そしてスマートフォンの簡単操作では真似できないフェイトらしい迫力のある。 バトルシーンの実現もまた、塩川がアーケード化を希望した、もう一つの理由である。2016年2月、フェイトシリーズの原作者であるタイプムーンに、アーケード版、フェイトグランドオーダーの企画を持ち込む。開発にあたり、フェイト及び FGO らしい、バトルシステムの確立という目標が立てられた。同時に、ゲームシステムとコントローラーをまとめて準備できる。 アーケードゲーム筐体の良さを生かす形で、アプリ版しか遊んだことのないユーザーでも遊べる、要基本的には、攻撃からガードまで一つのボタンで遊べる、操作体系が取られ、同様の理由から筐体には、タッチパネルが設けられた。そして、本作は2017年12月7日に開かれた、メディア向けのお披露目会にて公開された。本作のお披露目会に出席したイグノの畑みのは、 ロケテスト直前の時点の本作のゲーム性について、フェイト・エクステラに、キングダム・ハーツ・チェーン・オブ・メモリーズとアーケード版の、ディシディア・ファイナル・ファンタジーを足したようだと述べており、アプリ版のプレイヤーをアーケードに誘導するために、アーケード用のアクションゲームにしては、非常に低い難易度にしたのだろうと推測している。電撃オンラインアーケードでは、異なるプレイスタイルを持つアンマキとケンジという二人の、 記者によるレビューが掲載されたアーケード、アクションゲーム中心のアンマキは、アーケード版がアプリ版と異なるジャンルながらも、FGO らしさがよく現れていると評価している。アンマキは、アーケード版の操作量が抑えられていることについて、アクションゲームが苦手なプレイヤーに対する配慮だろうと、見ている。アプリ版のヘビーユーザーであるケンジは、操作体系がアプリ版から継続しており、 アプリ版のプレイヤーであれば、すぐになれるだろうと述べている。また、ケンジもあんまキ同様操作体系のシンプルさを強化しており、接敵してアタックボタンを連打するだけで勝てるほどではないにしても、初心者が上級者に蹂躙されて嫌気がさすような事態は起きにくいだろうと推測している。ありがとうございます。